皆さんこんにちは。ドジャースでおなじみの大谷翔平さん、田中真美子と大谷翔平の意外な結婚条件、元彼氏の正体について紹介します。まずは大谷翔平さんの経歴とプロフィールから紹介します。岩手県の水沢市から出身の大谷翔平選手は、プロ野球界で右投げ左打ちのスタイルを持つ選手として名を馳せている。彼は現在メジャーリーグベースボールのロサンゼルスドジャースに所属し、日本国内外で非常に高い人気と注目を集めているスポーツ選手の一人だ。日本国民からは特に愛されており、好きなスポーツ選手のランキングでトップに輝いている。さらにタイム誌が選ぶ世界で最も影響力のある100人のリストにおいてアイコンとしての地位も認められた。2023年の WBC ではエース兼打者として日本代表に大きく貢献。 WBC 史上初の2部門でのオール WBC チームに選ばれ、 WBC の MVP も受賞している。シーズンでは日本人およびアジア人史上初となる最多本塁打を獲得。また日本人史上2人目となる2回目のシルバースラッガー賞を受賞し、さらに日本人史上初の2回目のシーズン MVP も受賞。日本人およびアジア人としては史上初となるハンク・アーロン賞も受賞した。中学の頃、彼は一関リトルシニアの一員として再度全国大会でプレーする機会を得た。プロ野球のドラフト会議が近づくにつれ、彼に対する注目は高まり、 NPB のみならず MLB の数チームからも関心が寄せられた。彼自身、将来メジャーリーグへの進出か、それとも日本のプロ野球リーグでプレーするかについて五分五分という考えを持っていたと公言している。彼は強い情熱を持って、日本のプロ野球もいいけど自分はメジャーリーグへの憧れが強くて、マイナーリーグからでもメジャーを目指すのは厭わないと熱く語った。またロサンゼルスドジャースに所属する大投手大谷翔平は、2024年の2月29日に自らのインスタグラムで結婚を発表したことを明かした。大谷選手に関して彼の両親は、結婚相手の条件について明確な意向を持っているようだ。我々の息子には女子アナウンサーやタレントとの結婚は望まないと彼らは言っており、大谷選手自身もこの考えに賛同しているとのことだ。彼のご両親はスポーツ選手との結婚を好ましいと考えている模様だ。大谷選手のお父さん、鉄さんはかつて野球選手として活躍し、社会人チームでもプレーされ、現在では中学生の指導者としても活動している。お母さんの佳代子さんはバドミントン選手として国体に出場した経験を持っており、スポーツ一家だ。さらに大谷選手の姉は、彼が出身の花巻東高校野球部に関わる方と結婚している。このようにスポーツを深く理解し支援する家族がいることが、大谷選手にとって理想的な環境なのかもしれない。2023年11月、大谷翔平選手に彼女はいないと思われますが、大谷翔平選手の好きなタイプや結婚条件に当てはまると思われるのは、過去の大谷翔平選手本人のインタビューがある「ずっと笑っていてくれる人がいいです」、ただおちゃらけている人とかは嫌ですけど、普通にニコッとしてくれる人、身長があんまり小さいと一緒に歩いていておかしいことになってしまうから身長が高い人の方がいい。その他、これまで出ている情報から、大谷翔平選手の結婚条件をそうまとめしたのがこちらだ。ずっと笑っていてくれる人、身長が高い人、スポーティーで爽やかな感じ、チャラチャラしてない人、明るい人、ハキハキしてる人、誠実な人、控えめな人、頭がいい人、甘えさせてくれる、引っ張っていってくれる人。この中で大谷翔平選手自身が、チャラチャラした人は男性も女性も苦手と話している。身長が高い人というのは、モデルやもしかすると大谷翔平選手と同じくアスリートの中にも身長が高い人がいるので、広く同じ業界になるかもしれない。また大谷翔平選手の兄弟は、姉が一人いる、そして子供の時から甘えっ子で母親大好きだということから、もしかすると年上の女性が好みなのかもしれない。年上女性だったら包容力もあり、ハキハキしていて
引っ張っていってくれそうな感じもするね。大谷翔平選手の理想の結婚相手は母親の佳代子さんのような方ではないでしょうか。大谷翔平選手の母親は元バドミントンの選手で、身長も170センチと大柄な方だ。大谷翔平選手はママ大好きで甘えん坊だったということだ。大谷翔平さんの家族はとても仲がいいことでも知られている。子供の前では夫婦喧嘩はしない。テレビは家に1台だけで家族みんなで見る。食事は楽しい雰囲気で一緒に食べる。テストの点が悪くても怒らず、頑張ったねトロー、温かい目で見守っていく。こんな雰囲気がいい家庭にできるのも母親の佳代子さんの存在あっての大谷家だったからではないでしょうか。大谷翔平さんは子供の頃から好きなようにやらせてもらったとインタビューで言っている。こんな家庭環境だからこそ、結婚条件にあたっても根底には母親の佳代子さんの姿があるのではないでしょうか。大谷翔平選手の結婚条件には両親の NG があり、女性アナに関して釘を刺されていると言われている。大谷選手のご両親は女子アナやタレントとは結婚させないと伝えているそうです。大谷選手本人もその意向に納得しています。両親はアスリートがいいと考えているようだ。女子アナだけでではなく女優も NG とか、両親は自分たちもスポーツ経験者であり、大谷翔平選手の結婚条件としてアスリートがいいというのがあるようだ。どうやら大谷翔平選手本人そして両親も結婚条件としてスポーツに理解があり、支えてくれる相手が理想というところのようだね。で、イチロー選手の嫁の福島由美子さん、松坂大輔さんの嫁の柴田智代さんも元女子アナですが、由美子さんも智代さんも慶応大出身で英語も堪能だということで、メジャー時代の両選手を講師ともに支えたことでしょう。そして田中将大さんの嫁は元アイドルでおバカタレントとしても活躍していた里田舞さんですが、夫のためにアスリートフードマイスターの資格を取るなどしっかりサポートされていることでも有名だった。こうしてみると女子アナや芸能人が NG とばかりは言っていられないということもありそうだが、2019から2023年まで富士通レッドウェーブでご活躍された元バスケットボール選手の田中真美子さん、多くのファンに惜しまれつつ2023年に実業団を引退されている。一部では2024年2月29日に結婚を発表された。MLB ドジャースの大谷翔平選手の奥様ではとも噂されている田中真美子が、綺麗な景色を堪能したり現地の美味しいものを食べたりできる旅行なんかもお好きなのかもしれないね。普段は忙しくてなかなか実際に足を運べない分、目で見て楽しんでいらっしゃるのでしょうか。ですが2023年に引退されてからはそんなマイブームでもあったインスタグラムのアカウントを削除されている。もしかしたら公人ではなくなったわけですから、プライベート用の別アカウントを作られて引き続き楽しんでいらっしゃるのかもしれない。ですが忙しさが少し落ち着いているようなら、美味しいもの美しい景色を実際に体験しに行けているといいだよね。ジェームズ・オコナー選手はオーストラリア出身のラグビー選手だ。確かに彼もゴリマッチョ、田中さんのとても仲の良いお兄さんもラグビー選手、がっちりした体型の方を見慣れていて、ちょっとくらいのマッチョでは普通に見えてしまうのかもしれないね。田中さんは大谷翔平選手の結婚相手ではとの推測が出回っていますが、もしそれが本当だったら旦那様は十分なゴリマッチョということになります。田中さんの2歳年上のお兄さんは実は田中伸一さんというプロのラグビー選手、バスケを始めたきっかけもお兄さんでしたし、現役時代も同じアスリートとしてのお兄さんの活躍に刺激をもらっていたそうだ。またお兄さんの伸一さんはアパレルブランドの経営者という顔もお持ちで、真美子さんも時々ブランドモデルを務められていた、ハンバーガーが好きということですが、田中さんは実業団を引退後一部ではアメリカに渡っているという情報もある。もしそうなら現地で本場のハンバーガーを思い切り頬張っているのでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。
ではまた次回でお会いしましょう。